お前カーバインにアイスバケツチャレンジ指名されてたぞ。マジかよ、やらないと。アイスバケツチャレンジ。やっぱ俺って言ったらパーティーピーポーだからさ、そういうのやっていかなきゃいけないわけじゃん。やるわ。そのセピア指名するわ。そんで、アイスバケツチャレンジで。何を今、まだやってんの？ようやく回ってきたの？アイスバケ、3年ぐらい前にさ、流行ったのがようやくカーバインに回ってきたの？おっそ。友達0人じゃん。ほぼ全人類に回って最後の最後に1億2000番目ぐらいだろうな。アイスバケツチャレンジ。やるわ、今度。ほぼ全人類に回ってから、獣フレンズがアーダコーダでバケツチャレンジ。なんでその後俺を指名すんの？おい、お前の動画若干ビリで伸び始めたぞ。いいね。頼むわ。俺のアイスバケツチャレンジで伸ばすわ。よろしく。よろしくお願いします。カーバインが始めたんだ。なんかその監督が降板するみたいな、おそらく俺のな。勘だとよ。監督降板するっつって、カーバインクソ兄オタで、なんか運動起こさなきゃーって、そうだ、アイスバケツチャレンジをやろうっつって、時代遅れのアイスバケツチャレンジを始めたってこと。その動画見ようぜ。カーバインのアイスバケツ、俺を指名したアイスバケツチャレンジ見ようぜ、一回。本当に、俺本当にそうだったら本当にやるわ。ちゃんと指名されたんだし。本当なんだな。よし、見て。で、10分な、長えよ、10分とか。え、カーバインってこんな顔してんの？カーバインと申します。あ、カーバインだ。8分からでいい。ちょっとみんな映像適当に見て。無理は出さないでください。もしよろしかったらどうぞ。ね、で、YouTube をはじめ社長さんはいつも楽しく見ております。ね、若い女性の方に訴求力。おめえがはじめ社長指名してんのかよ。もしよろしければ。もしよろしければよろしくお願いします。はい、あとね、生放送だし、うんこちゃん。おい、やるぞ、カーバイン。やるわ。もしよろしければ。やるわ。やってみてはいかがでしょうか。やるわ。ニコ生主の皆さん、もしね、指名はされてないけれども、ああ、ちょっと面白い方法だからやってみようかなっていう。いや、俺やるわ、じゃあ、アイスバケツチャレンジ。ちょ、まずこいつのアイスバケツチャレンジの動画。お前がアイスバケツチャレンジやってねえじゃねえかよ。ポケモンはいない。俺やってる。クソ地味だし。なるほどな。おい、でもカーバインよく聞けよ。カーバインに言っとけ。俺よ、心臓が悪いからよ、寒暖の差に弱えけどよ、大丈夫かな。お前に俺命捧げる覚悟でやらなきゃいけねえんだけど。俺医者に止められてるんだけど、ちゃんとお風呂入るときはできるだけ寒暖の差がないように、浴室に暖房かけてから入ってくださいって言われてんのにさ、不整脈のリスクを抱えつつ俺やっていいんだな。あいつぬるまで、ぬるま湯でやってもいいって言ってたぞ。どんだけ優しいんだ。惚れた。やるわ。この生放送のアイスバケツチャレンジやるわ。カーバインさんに指名されたのでっつって。明日の昼ぐらいにやるから。よろしく。花びらでもいいらしい。なんだよ、それ。死ねえや。おめえのせいだよ。おめえ見てたら君やつがいるから、あれだろうがや。獣フレンズがアーダゴーダになったんだろうがや。俺が指名するのは、ブライアンと、ブライアン、ヒカル、ヒカキン。その3人を指名します。俺は、アイスバケツチャレンジ。あ、ブライアン、松井秀喜、あと、セイキン。その3人でやります。ちゃんと、カーバインから受け継いだ、この、な、バトンをしっかり次に。ブライアンのノリノリやってくれそう。やってくんねえから、ブライアンと、セイキンと松井秀喜。もしかしたらやってくれるかもしんないじゃん。もしかしたら。そうしよう。俺がどん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 、広めていこう。大石正義指名しよう。あれなんですよ。俺の友達の、
カーバインってやつがすごい悲しんでてって言うわじゃん。一番最初に指名したのがヒカキンと俺ってことは絶対ヒカキン先輩やらねえじゃん。じゃあ、はじめしゃちょーと俺を指名してきたんだよ。先輩はじめしゃちょーやらねえじゃん。俺がもしここで断っちゃったら、あいつの思い誰が届けてくれんのねえ。あいつの思い誰が届けてくれんの世の中に。あと柴田も指名してた。やってくれそう、ちょっと。やってくれそう。しっかり俺が受け継いでいくからな。安心しろよ。カーバイ、俺がカーバイの名前出し続けたらカーバイに認知されたから、ついに。いいね。最近動画上がってねえから見てなかった。てか、ランキング自体見てなかったから見てなかったわ。てか、ゲーム決めよう。カーバイみたいな、カーバインの、ダメだよ、あんなの。クソカーバイン。あの時死んどけばよかった。もうゲーム決めようぜ。